そこで肩甲骨から、肩、肘、手首と手あの力が加わるように、体幹がずれることによって、一つ一つの動作に無駄が出てきますので、ラウンドに出す際にはより実践的に追い込まれた状況を想定して出してください。低学年でも同じ練習でできますので、ぜひ試してもらいたいと思います。どうしても上から振ると力が入りにくいので、横で来ている場合、ミスの確率が増えると思います。そうした中でいかに効率よく実践的に練習するかを、考え、手で来ちゃうとどうしても打点が低くなります。ヘアピンを出したまま次に入っても練習にならないと思います。実際試合を行っている中で、この辺の球の球出しが一番多いんではないかなと思われるので、どうしても上から振ると力が入りにくいので、横から振った方が実践的な手投げノックではいかに試合の状況に近い形を作るかが大切になります。時間や回数だけではなく意識をしっかり持って行ってもらいたいと思います。心の部分を大切にし、しっかりとした考え目標を持って、前に進んでいくことによって練習の効果が2倍3倍に広がるはずです。